高速抵抗は日本陸軍が保有したモーターボートである。上陸戦時の偵察や連絡を目的にイギリス海軍の魚雷艇を原型として1920年代に開発された。初期の名称は偵察艇。当時の日本の軍用小型艇としては最速で日本海軍にも派生型が提供された。1920年代に上陸戦の研究を 本格化させた日本陸軍は、大発動艇などの一般的な上陸用衆艇の、他に、敵前偵察や連絡を目的とした高速衆艇が必要だと判断した。そこで、陸軍運輸部により開発されたのが高速抵抗で、ある。高速抵抗の原型となった、ソーニクロフト射製 CMB の一隻 CMB-4。船体の基本形状は、類似する。まず、 1926年3月にイギリスのソーニクロフト社から技術参考用として魚雷艇一隻を輸入した。ソーニクロフト社は第一次世界大戦中にイギリス海軍向けの沿岸魚雷艇を生産しており、石橋によるとそのうちの40フィート型を購入したというが松原によれば購入したのは全長10.6メートルの艇である。輸入したソーニクロフト艇を原型として、 研究は進められ、不要な魚雷落ち射ャを除き、船体を若干大型化するなどして正式化された。船体は、ソーニクロフト艇と同じ船底ステップ一段付きの滑走型で、木造である。昭和像船首などは、正式艇の全長14.42メートル、幅2.74メートルとするが、1937年の海軍の文書によると、 幅は同値であるものの全長45フィートと記載されている。搭載機関は400馬力のガソリンエンジン1機で、昭和造船士はカーマス式、松原は形式負傷12機等とし、前期海軍文書によると、米国製のリバティエンジンとなっている。これにより当時の日本軍小型艇としては、最速の37から38ノットを発揮した。武装兵8人を乗船させられるが、 元々は固定兵装を有しない。無線通信機が装備されており、初期の体ではイギリス製のマルコーニ式や3型無線通信機が使用されていたが、電信機能は航行中の受信が困難。無線電話機能は音声不明瞭で実用に耐えなかった。詳細は不明であるが、正式化後も改良が継続されている。前期海軍文書に登場する体では、 収益中の並走増加により自長が4.5トンから5.3トンへ変化している。なお、1929年に行われた性能試験では、機関室隔壁設置や排気方法の改善、安全で水しぶきがかかりにくい座席への改良、通信機能の改良、騒音対策の必要、追加すべき装備として自営用機関銃1丁や、サーチライト、または照明弾発射器、 円幕展開装置、自動促進機などが報告されていた。高速抵抗は、初期には機密保持のため陸軍油部ブの直属工場だけで生産されていたが、日中戦争開始後は民間造船所で建造された。大発土艇などの通常の上陸用集艇に、比べると生産数はわずかで、1942年3月時点で26隻が配備ないし完成済みのほか、 17隻が建造途中となっている。太平洋戦争の戦況悪化に伴い、生産兵器の機種整理の対象となり、1943年以降は生産停止となった。初期生産の定には、愛称として固有名が付けられており、1号艇、稲妻、2号艇、鳴るみ、3号艇、飛竜、4号艇、吹雪、5号艇、神風と命名されている。 完成した艇は、陸軍船舶兵,兵の諸部隊に配備された。1934年8月の陸海軍、合同演習には一隻が参加している。日中戦争が始まると、第二次上海事変中の1937年11月に、行われた甲州湾上陸作戦で、大発動艇81隻、小発動艇94隻、総工艇3隻、 高速艇オツ10隻などの各種衆艇に混じって高速艇航4隻が実戦投入された。バイアスワン上陸作戦などがあった関東作戦にも5隻が参加している。日本海軍の小型衆艇を上回る優れた性能で活躍し、海軍内で高速型と通称していた15メートル型内過艇を海軍のいわゆる高速艇と揶揄する陸軍関係者がいたほどであった。 太平洋戦争中にも引き続き実戦使用された。冒頭の南方作戦では上陸用衆艇の運用を担当する各独立公平連隊に2隻ずつ上陸船の指揮を取る揚陸団司令部等にも計2隻が配備されていた。ソロモン諸島の戦いにも投入されており、ガダルカナル島の戦いに川口死体の一部が衆艇軌道で向かった際には、 部隊本部に一隻が配備されていた。ただ、アメリカ軍が使用した PT ボートと比べると速力は、ともかく火力で劣るため、正面から対抗することはできなかった。量産された正式艇のほか、高速性能を追求して600馬力ガソリンエンジン2機を搭載した艇も試作された。38.7ノットの最高速度を記録している。 高速抵抗の性能に注目した日本海軍は1937年に陸軍へ拡大型一隻の建造を依頼している。高速抵抗と同じ船底シングルステップ型の船体を陸軍運輸部で製造して海軍側に引き渡され、クレ海軍交渉でイスパの水剤450馬力エンジン2機を搭載した。完成した艇は巨雷戦闘訓練の支援に用いる。 雑役船の魚雷追上艇に分類され、交渉大船号として配備された。3年前に海軍が建造した高速仕様の魚雷、追上艇が300馬力機関2機で28ノットで、あったところ、交渉大船号は、全長16.0メートル、排水量9.21トンで38.054ノットを発揮し、優秀と評価された。なお、福井市造によれば、 太平洋戦争中にも海軍が陸軍から図面の提供を受けて高速抵抗系列の手を建造している。日本海軍も40フィート型より新しい55フィート型2隻を別途購入したことがあるものの海軍では特段の発展を見なかった。海軍文書では6機筒の400馬力エンジンとされているが400馬力級のリバティエンジンは V 型12気筒のリバティエル -12 で、V 型6気筒のリバティエル -6 は200馬力級である。ありがとうございます。